はい、あゆめです。よろしくお願いいたします。それでは今回は藤井二冠が参戦する可能性のある2年後の A 級順位戦を考えてみたいと思います。まあ、現在のレーティングトップ10がほぼ揃う、そうそうたるメンツになるんじゃないかと予想しております。まあ有志の方がやっている棋士の実力レーティングを参考に、見ていきたいなと思います。藤井二冠は現時点で、羽生九段や渡辺名人の2名しか達成したことがなかった、実力レーティング2000点を超えるという凄まじい活躍を見せております。本当にすごいですね。渡辺名人ですとか永瀬王座、豊島竜王が現状1900点台の前半で落ち着いているんですが、この他のタイトルホルダーに比べて100点ほど高いというね、ちょっと信じられない状況を作っております。ちなみに100点高いっていうのは、期待勝率が7割ということで、もっと噛み砕いて言うと、渡辺名人や永瀬王座、そして豊島竜王と藤井二冠が戦った時の期待勝率が7割近くになるということでございます。恐ろしい話ですね。なので、このまま行くと羽生七冠王以来の全冠制覇が本当に実現するかもしれません。今は叡王が加わりまして7冠から8冠になりましたが、藤井二冠だったら8冠全て制覇してしまってもちょっとおかしくないなと個人的には思っております。ということで話を戻しますが、まず今年ですね、A 級では渡辺名人への挑戦権を斉藤八段と広瀬八段が争っております。そして高級がすでに三浦九段と稲葉八段の2名に決まりました。また B 級1組から山崎八段が上がってくることが確定しておりまして、もう一枠を永瀬王座と木村九段で争っております。もちろん勝負事ですし、特に番勝負とかに関しては本当にね、それぞれの人生をかけて、秘策を用意して全力投球するんで、どちらが勝つかなんていうのは全くわからないんですが、そう考えてるとちょっとキリがなくなってしまいますので、とりあえず今現状の実力レートが高い方が勝つと仮定して予想を進めておきます。そうしますと、まず来期 B1 から A 級に上がってくる棋士は、木村九段と永瀬王座のどちらかなんですが、現状次勝てば昇級確定で、なおかつ実力レーティングが高い永瀬王座が昇級すると仮定いたします。また同様に名人戦は、どちらが挑戦しても実力レートの高い渡辺名人が防衛すると仮定いたします。すると来期の A 級メンバーはこんな感じになります。斉藤八段、広瀬八段、豊島竜王、佐藤天彦九段に佐藤康光九段、そして糸谷八段、菅井八段、羽生九段に山崎八段、永瀬王座ですね。で、このメンバーを現状の実力レーティング順にちょっと入れ替えてみます。するとこうなります。1900点超えが渡辺名人、豊島竜王、永瀬王座の3名となります。渡辺名人は名人なんで、順位戦には参加してませんが、3強状態ですね。で、そこから100点ほど離れて、斉藤八段や広瀬八段、そして糸谷八段、羽生九段が1800手台前半で続くという形になります。そして、1800点弱で山崎八段、菅井八段、佐藤天彦九段が続くという格好ですね。なので、残留争いに関しては、佐藤天彦九段や佐藤康光九段が、数字だけ見るとちょっと苦しい感じでございます。ただもちろん、佐藤康光九段は、今期も A 級で、豊島竜王を独創的な素晴らしい作戦で下したりして、すでに4勝目を挙げて残留確定しておりますし、全くレーティングだけで判断できないという部分も、多々あるんですが、あくまでも仮のお話ですので、気楽に聞いていただければと思います。私自身もレーティングの数字通り高級者ですとか挑戦者が決まるとは全く思っておりません。私も個人的に佐藤康光九段は心から応援しておりますし、また振り飛車党に転向した佐藤天彦九段も本当にかっこいいなと思って注目して応援しております。ですが、仮の話としてこのレーティング下位の2名が B 級1組に降級して、そして B 級1組からレーティング上位の2名が昇級してくると仮定しますと、2年後の A 級及び名人はこうなります。永瀬王座や豊島竜王、羽生九段なども黙って名人防衛を許すとはちょっと思えないんですが、話を簡単にするために、実力レーティング通りに渡辺名人が防衛したといたしますと、2年後の A 級のメンバーはこちらですね。豊島竜王、永瀬王座、斉藤八段、そして広瀬八段、糸谷八段、そして羽生九段、山崎八段、菅井八段が、メンバーとして残ってまして、そこに B 級1組から昇級してきた藤井二冠と木村九段が加わるといった形になります。こうなるともう本当に歴代最強じゃないですかね。とんでもないメンツが揃っちゃうということになります。
まあ、ただこのメンツの中でも藤井二冠の実力が、突出しているっていうのがお分かりいただけると思います。50点くらいの差だったら、まあ調子の良し悪しでひっくり返ったりもするんですけど、100点差以上つくと、まあ完全に得点が上の人が間違いなく強いと断定していいと思います。さらに藤井二冠は、まあ高校を中退されまして、もう完全に将棋に専念できる環境が整いましたので、18歳と若いこともあって、まだまだ伸びしろもあるということで恐ろしいですね。まあ、前人未到の2100点台とか言っちゃってもおかしくないかなと思います。渡辺名人や豊島竜王、そして永瀬王座とタイトルホルダーが勢揃いしたこのメンバーにおいても、なお藤井二冠の数字が圧倒しているということですね。まあ、当然、名人挑戦の最有力候補になってくると思います。ということで、2年後の A 級メンバーを勝手に考察してみましたが、いかがでしたでしょうか。まあ、もちろん、藤井二冠、来期 B 級1組に昇級は決まっているんですが、まあ、B 級1組も本当にそうそうたるメンツが揃っておりますので、藤井二冠といえども、下位から簡単に昇級することは難しいと思うんですが、まあ、それでもやっぱり、まあ、これだけ圧倒的なその実力レーティングを見てると、やはり藤井二冠が本命になるのかなというふうに思ってしまいますね。皆さんの考える2年後の A 級メンバーもぜひ教えていただけると嬉しいので、どうぞよろしくお願いいたします。それではここまでご視聴いただきまして本当にありがとうございました。高評価、チャンネル登録いただけますと大変励みになりますので、どうぞよろしくお願いいたします。それでは失礼いたします。